Thank you.
さて、そろそろ昼だし。タクマ！アグモ、戻ってきたか。タクマ、大変大変、すっごいの見つけた。すっごいの？なんかね、大きくてビヨーンってしてて、とにかく大きくてビヨーン。ね、なんだっけ、ファルコモンが言ってたんだ。電波塔だ。電波塔？あ、電波塔か。電波塔っていうくらいだから電波が届いてるよな。そこまで行けばスマホが使えるんじゃね。それに高い建物だよね。上まで登ればこの辺の様子とか見えるよ。そこはどれくらいの高さなんだ？すっごく。ファルコモンも見たんだよな。大体でいいからどれくらいの高さかは。ふむ、比較物がないから正確にはわからないが、遠目で見た限りだ。そんだけでかけりゃ間違いなく電波塔だな。設備は生きているのかしら。それはわからない。そもそも我々は
電波塔がどういうものかも知らないからな。行ってみればわかるでしょう。ひょっとしたら誰かいるかもしれないし。そうね、ここで話しててもしょうがないわ。それじゃあ山登りね、頑張りましょう葵。え、山登り？そうよ。あれ、行ってなかったかしら。電波塔は森を抜けた先の峠を越えて山のてっぺんにあるわ。森を抜ける？冗談じゃない。探索は反対だと言っただろ。ただでさえ怪物がさまよっているのに登山だって？僕たちだけじゃ無理だ。ここに残るべきだ。修二、怒らないで。うるさい、お前は黙ってろ。無駄だ、何したって見ねえよ。そうは言いますけどね、修二先輩、行ってみなきゃ何も変わらないっしょ。子供だけで何ができるんだ。大人の救援が来るのを待つしかないじゃないか。来るわけねえだろ。そうよ、来ないって修二さんだって言ってたじゃん。言ってない。それを口にしたら本当に来ないかもしれないじゃないか。私も一緒に行くわ。ラブラもついてきてくれる？もちろんよ葵。おい、葵くんもここに待機して様子を見るのに賛成じゃなかったのか。もし電波塔でスマホが使えるようになれば、先生やみんなに連絡がつくかもしれない。大人の助けを呼べるかもしれないんじゃないですか。助けを呼べる？そうなればあとは救助を待つだけです。修二さん、それでもまだ探索は反対ですか？うん、やる気だね葵ちゃん。これで行く派が過半数超えたんじゃない？僕も電波塔は気になる。もちろん行くよ。これで僕、ミノル、サキ、葵さんの4人が行く派だね。で、どうします修二先輩。だが、しかし…アグモン、そこに行くまでに襲ってきそうな敵とか危ない奴はいなかったか？大丈夫、僕たちも襲われたりしなかった。私の鼻もあの辺から変な奴の匂いは感じなかったわ。危なくないってこと？じゃあ全然オッケーじゃん。そうなのか？本当に？それならまあ。やれやれ、そこまで言われたら反対する理由もないな。じゃあ皆さん行ってらっしゃい。何言ってんだよ、ハル、ミユキ、二人とも一緒。二人っきりでここにいてもまた敵が来るかもしれないだろ。第一、ハルにもミユキにも相棒の怪物がついていないじゃないか。うむ、危ない目には合わせないぞ。守るぞ。すぐに便乗するんだから。この子はアグモンはいつもこんな感じなのよ。
あ、両先輩はお留守番頼みますね。待てよ、俺だけ置いてくなよ。何よ、両ったら協調性もないくせに一人は嫌なんだ。いいっていいって、あれでやっといつもの寮に戻れたんだ。このところおかしかったけど、あいつは嫌味や悪態ついてるくらいでちょうどいいんだ。朝から近いところにこんな場所があったなんて。神社のある森のあたりをほんの少し左に抜けただけなのに。この崖、斜面がずっと下まで続いてるわ。傾斜は緩いけど、転んだら谷底まで落ちてしまいそう。あ、見て、大きい橋がある。うわあ、大きい橋だな。僕、こんなの初めて見たよ。またその話？飽きないわね。なになに？何の話？アグモンのなりたいものの話よ。うん、僕もあんな風に大きくなりたいんだ。ですって。ほんと、あなたたちってその辺、タクマもそう思わない？うん、アグモンたちが不思議なのはそこに限った話。それもそうだわ、存在そのものが不思議だったわ。それほどでも別に褒めてないからね。フローラモンたちと仲良くしてたからつい忘れがちだったけど、この子たちって何なんだろうな。リョウ、大丈夫？こんなとこで襲われたら、今度こそ…ここら辺に危なそうな感じはないから、大丈夫だぞ。うるせえ。俺なんて、どうだっていいだろう。そうはいかない。僕たちは誰一人欠けるわけにはいかないんだ。教授のためにも、僕は…うん、僕だって同じ気持ちなんだ。放っておけるわけないって。随分歩いたが、電波塔はこの山の上なんだよな。間違いないぞ。あれ、ねえ、あそこに…カイトじゃん。本当か？よかった、無事だったのね。
いや、カイトだけじゃない。おい、てめえ、ミュウをどこにやった？正直に答えねえとどうなるかわかんねえぞ。はあ？だから何度も言ってるけど、答える義理なんて。上等だこら。カイト。カイト、よかった、無事だったんだな。お前ら手伝え、こいつは。助けてください。え、この人にいきなり大声で怒鳴られて、私何も知らないのに。ふざけるな、人間の姿をした化け物が。ガイドやめるんだ。Thank you.
てさてお前ら、話し合いもいいがよ。こんなとこでうだうだしてる暇ねえんじゃね。うん、確かにそうだね。僕らは早く電波塔に行きたいし、早くミュウを見つけねえと。だからさっさと話しやがれ。落ち着けってば、いちいち暴れんな。まったく手のつけられん乱暴。まったくだよ。でどうすんの。カイトを信じるか、この人を信じるかだっけ。この人が正しい。私正直に言えば、この人電波塔への道を知ってるなら教えてもらいたいわよね。そうだね。信じる信じないは別として、僕らには今目的があるわけだし。道案内があるならいいじゃない。迷ったら大変だもの。でもアグモンたちは迷っ…うーん、僕生き方…すまん、これも言いそびれていた。俺たちは電波塔を遠くから見つけただけなんだ。じゃあ危うく道に迷うところだ。だったらなおさらいいじゃん。道案内してもらおうよ。そうよね、迷いたくはないものね。ちょっと待てよ、こいつの話を信じるのか。こいつはミュウをさらった怪物だぞ。ですから、それは誤解です。ああ、また話が戻っちゃった。タクマ、いい加減決めようぜ。そうだな。一人ででもミュウを探すぜ。あばよお前ら。あ、こら、勝手に行くな。もうしょうがないな、説得して連れ戻してくれ。みんなは先に行ってて。君まで、そんな勝手な。僕とアグモンがいなくても電波塔には行けるでしょ。でもカイトの説得は時間がかかるかもだから。オッケー、任せとけタクマ。僕たちも行く。ハル、ミュウ。わかった、行こう、アグモ。一人、お前だって勝手に俺についてきてんじゃねえか。いや、せっかく再会できた仲間を一人にはしたくないだろ。そうかよ、小さいおまけを連れてくるくらい心配だったか。おまけ？ああ、二人とは初めてだよ。一緒に行動してるみゆきとハルだよ。よろしく。よろしく。ま、なん勝手についてきたんだから足手まといになるんじゃねえぞ。
ジでロープウェイだ。ほほう、ここも校舎に負けず踊らず朽ちかけてるのね。これロープウェイは動いてるのか？決まった時間ごとに自動で動いているんです。電気が通ってるんですか？あの校舎では電気も…電気じゃなくて不思議な力で動いてたりして、ファルコモンたちもいるし。自動で動くって本当に大丈夫なのか？途中で落ちたりしないだろうね。そんなの無理。あんな高いところから落ちたら私もぺしゃんこだわ。落ちるの？そんなのダメよ。乗るのやめましょう。安心してください。乗り物もロープもかなり頑丈です。今までこれを壊したもの…よかった…ここ…他に人はいないんでしょうか？整備をする人や管理人くらいいてもいいと思います。いいえ、誰もいませんでしたよ。それが何か？いえ、少し気になっただけです。ちょっとちょっと葵さん、また疑って…この人の話は本当だって分かったじゃん。信じようよ。そうかしら。ほら、寮を見てみなって。あんなに懐いちゃってさ。ママ。あら。なあ、信じてやろうよ。あんだけカイトに疑われても俺らに協力してくれてるんだぜ。いい人じゃん。それは…皆さん、来ましたよ。私、ロープウェイ乗るの初めてだな。楽しみ。さあ、乗ってください。目的地へ行きま…私にも見せて。こら、遊びじゃないんだ。危機感が足りないぞ。まあまあ、修二さん、目的地はすぐそこだし、ちょっとくらいいいじゃん。しかしだね。最後まで何があるかわからない。警戒するに越したことはないぞ。疲れちゃうじゃない。高いの、こう…皆さん大丈夫ですよ。電波塔につけばスマホ使えるわよね。そしたら助けが呼べる。ようやくこのサバイバルも終わりか。ありますよ。あの、電波塔の設備は生きているんでしょうか？あなたが離れていたということは、もしか…どうかしら？え？
それってやはりこの手でどうにかしなくちゃね。今なんと。ああ、あなたたちには感謝しないといけないわ。どうもありがとう。いや、なんかわかんないけど感謝なんていいっすよ。あの生意気な子は逃がしちゃったけど、代わりに来てくれるなんてね、それも一度にこんなにたくさん。どうしちゃったの？わからないよ。大丈夫、後になるけど。あの何を言っているんですか。まあでもあなたたちはここで終わりなんだけどね。何があったんだ？頭ぶつけちゃ。大きな怪我をしてる者はいないようだな。ねえ、何か変じゃない？ゴンドラが止まってる？あれ？ねえ、あの人がいない。え、マジで？りょう、後ろ。は？なんて大きさなの？あの女の人は鈍いね。いや、あたしの化粧がうまかったのかしらね。知らない人を信用しちゃいけないよ。笑ってる。こわ。私は歩けにも別に覚えてくれなくてもいいわよ。だってお前たちさあ、この箱ごと生贄にしてやろうかね。どうしよう、修二さんどうする。だから僕は探索なんて嫌だったんだ。あれはママじゃない。やっぱり。どうしたの、お姉ちゃん。どうしたんだ。何見てるの、みゆき。あれはゴンドラ。途中で止まってるな。みんながあそこで捕まっちゃったみたい。おいおい、それってつまりあの女の仕業か。やっぱり化け物だったか。だからあれほど言ってやったのに。みんなどうなっちゃうんだろう。急いで助けに向かおう。ああ、行こう。ああ、
あの化け物女ぶっ潰してやる。行くぞドラクモン。はよ。お前たちのせいでこの世界がおかしくなったのよ。お前たち人間の子供を生贄にすれば世界の崩壊は止まる。私たちは救われる。あの帽子をかぶった女の子供を取り逃がした時は焦ったけど、その代わりにお前らを生贄に捧げて、これがあの人なのか。騙し討ちとは卑怯なまね。タクマ、気合い入れろ。こい、あ、ゼロ、アクモン。ああ、あの光の時間よ。
らの番だね。たっぷりいたぶってあげる。たっぷりいたぶってあげる。たっぷりいたぶってあげる。おっと、俺の番だな。
げる。悔しいわね。本調子じゃなかったとはいえ、こんなガキどもに。本調子じゃない、あれだけ手強かったのに。こいつ違うわよ、まともに祭壇の支度も整っていたの。仕方がないわね。この場、生贄を捧げる役目は私じゃなくてもいいもの。さっきから何わけのわからないことを言ってるんだ。さあ、お前がさらった女の子の。だからどうしてそれをあなたなんかに教えなくちゃならないわけ。こいつ、この後に及んでまだそんな口を叩きやがる。どうやら少し痛い目を見なきゃわからないようだ。よしましょうよ、そんな乱暴なこと。教える気がないんじゃなくて。なんだと、うん、あの、おい気をつけろカイト。こいつが話を長引かせてる時は間違いなく何か小細工をしてるってことだぜ。ご名答。それじゃあ私は帰らせてもらうわ。何？くそ、また逃げられた。仕方ないよ、あいつが最初から余裕あったの。いつでも実際逃げられたもんな。だからまともに戦う気も。どうなんだろうな、戦うふりだけでもしなきゃいけない事情でもあったのかな。とにかくまずは当初の予定通りあの塔を登ってみよう。
まさか、またさっきのアルケニモンが？いや、助けを求める声だった。この辺りから聞こえたか。助けを求めてんなら助けてやろうぜ。待ちたまえ。どんな相手かもわからないんだぞ。恩をあだで返されたらどうする？そんなこと言わないで、助けてあげようよ。うるさい！お前が口出しするな！助かりたかったら襲うな、とか条件つけてやったら？だったらもっと要求してやりましょうよ。食べ物をよこせ、とかどう？それじゃあ追いはぎじゃないの。あ、見つけた！お助け！テントモンだ。悪いやつじゃないよ。クモの巣に絡め取られてるね。かわいそうに。まずは助けてやろう。アグモン、この糸を切れそうか？任せて。助かった。ん？珍しいこともあるもんやな。またって、君、他にも人間の子供を見かけたの？はいな。アンさんの後ろにいるやつよりエロ。それって、ひょっとしてミュウ？いや、それが、あの怖い歩きにもんに捕まってましてな。えらいかわいそうでしたから。隙を見てちょちょいと助けたったんです。そしたら歩きにもにばれまして、わて捕まってしまったんですわ。それでミユは、その子はどうなったんだ？え、ああ、ちゃんと逃げ張りましたよ。途中まで一緒でしたから、間違いありません。なんかあれですし、キラキラしたとこへ行きまして。そうか、教えてくれてありがとう。いえいえ、これくらいおやす。キラキラしたとこって？わてもあれや、なんちゃったらいいんやろ。上の方。あ、それなら電波塔の上から見ればわかるんじゃない？そうだな、それなら。よし、やっと着いたぞ。いや、今更だけどさ、こんなボロボロのロープウェイがメンテとかどうなってんだよ。誰がやってんだよ、おかしいだろ。校舎の水道だってそうだよね。何なんだろう、本当。今はそんなことよりミュウの行方だ。さっさと登ろうぜ。おい、なんだこれ。どうなってやがる。周り中が海だと。おい、ここは山間部だ。これ島じゃん。やっぱ俺たち強制移動させられてな。なんだかとんでもねえことになってきたぞ。お前たちの校舎も神社も全部見覚えある建物だってのに、位置も違えば地形も違う。どうなってんだ。嘘でしょ、何がどうなってんの。みんな落ち着くんだ。修二さんが一番落ち着いてないじゃない。
なんで海、なんで島なんだ。見覚えのない建物すらあるぞ。鉄パイプだらけのでっかい建物があるな。異世界ってことでいいのよね。もう助けなんて来ない。そう考えていいのね。そんなことないって。まだ悲観するには早いよ。でも亮、やっぱりだ。やっぱりここは元の人死後の世界だ。そう、それで間違いない。おい、しっかりしろ亮。俺もあいつらもみんな死んでるんだ。じゃあママ、だからママはここにいるんだ。きっとあれは間違いない。俺を言おい、何を言ってる。落ち着くんだ。いいか、ここでパニックになっては危険だ。こういった時こそ一人一人が自覚を持って周囲に目をやり、慎重に自らの行動を。うるせえ。いった、殴ることないじゃないか。おい、りょう、どこに行く。まずいぞ。坊やだこっつそんなにママに会いたかったのかしら。あれい この兄さん、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切る。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでもどこでも。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、何言っちゃってるの。あん、うるせえ。俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。ママ、俺ずっと頑張ってたよ。ママに会えるの楽しい。早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子壊れちゃってるよ。どうしましょう。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしか。サイクロモン、いらっしゃい。はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから、な。詳しい。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。
なんだこれ。動くな、掴み。お前ここから落とす。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ、あいつ頭は悪いから。え、リョウはまだ抵抗してる。リョウ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど、キュー、クネモンがリョウを助けてだって。分かってる、絶対助けるからな、クネモン。ミユキとハルは危ないから下がってて。うん、うん、みんな、行くぞ。死んでいるのに、ただ眺めているだけなんて、フロ
ベジーモン。さっきの強い思いが私をベジーモンへと進化。これで私もさっきの思いに応えることが。行くわよ、覚悟しなさい。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン。さあ、行こう。よっ。俺が行く。デストラクションドア。さっさとこの戦いを終わらせるんだ。ああ、分かっ。ここは俺だな。オイラの番だね。力も重ねていけ。
ここは俺が行く。デストラクションドア。そうだ。